今まで NC さんとの関係は非常に私が2003年に戻ってきてからいろいろとありましたけども、そういう中の SEO 対策というのは最初にいろいろと教えていただいたことかと思います。まあ、おかげさまで今ではシャフトの単造とかですね、アップセット単造とかしますと常にトップに出てきますけども、ネット上での力っていうのは非常に強いものになっていると思います。イミダス全員集合の時の日光ホテルのお台場でしたがね、前のホームページの時にですね、ありがたくもグランプリっていうのを輝かせていただきまして、全員集合ではいつも楽しくさせていただいてますけども、まあ、あと工場見学会もいろいろ参加させていただいてまして、これはちょうどヒルトップさんに行った時の写真です。あと展示会もこれは名古屋さんの時にね、一緒に出させていただいた時の展示ブースとか、なんといってもやっぱハノーバーメッセがすごく印象に残っている展示会かなと思います。かけがえのない友達を作ってもらったというところで、非常に仕事以上のものというかですね、感じております。あと、会社 PR ビデオとかですね、ホームページ制作。私が感じる NC ネットワークさんの素晴らしさというところで、人情味と自分では思ってましてですね、やっぱり時代が変わろうとも人対人としては非常に大事だと思ってまして、今回もホームページを NC さんにお願いしましたけども、私とのしょうもないお話からいろんなものを作り上げていってもらってですね、そういう中からなんかいいものができたかなというふうに思っております。